岡見市は秋田市の北西、小賀市の南東に位置する市。八郎型、日本海に面している。面積は秋田県内の市の中で最も狭いが、県全体の人口が減少を続ける中、国勢調査結果では2000年代前半まで、住民基本台帳人口が増加傾向にある、秋田県内では数少ない自治体であった。なお、住民基本台帳人口は2005年度、 移行緩やかな減少傾向にある。旧板川町エリアは住宅と楽しめる割合が大きい。近年、飯塚地区の国道7号、国道285号沿いに郊外型の商業施設の出店が相次いでいる。旧昭和町エリアは人口減少に歯止めがかからないものの JR 奥某駅付近が開発されており、住宅、医療関係が整備されつつある。 郊外型の大型店が増える中、商店街がそのまま残っているのも特色である。型紙の地名は、日本三大実録及び和名類受賞並びに、八郎型の髪型に位置することに由来する。八郎型調整地に、境界未定部分がある。飯田川地区、編集昭和地区、編集天皇地区、編集市長庁舎合併当初は、暫定的に文調舎方式を採用し、 合併から10年後の2015年5月、天皇地区に新たな本庁舎が建設された。新庁舎での業務開始に合わせて、従来の飯田川庁舎、昭和庁舎はそれぞれ出張所へと移行されている。また、天皇庁舎配下にあったお岩家出張所は、本庁直轄の出張所となり、飯田川、昭和庁舎と同列になった。そして、旧天皇庁舎近隣に新たに、 天皇出張所を解説した。片上市において、合併前の生活圏が、旧天皇庁が、他の2町に比べて、小菓市、秋田市より、旧板川町、昭和町は、秋田市よりもむしろ、五条目町、八郎潟町、伊川町など、いわゆる古藤地区よりであり、各自治体で構成される、広域組合や JA などの設置も、ほぼこれに沿っており、 2010年3月に策定した本庁舎建築基本計画によると、天皇地区に新築し、遅くとも2013年4月に稼働する、要、合併特例祭が利用可能な期間のうちに建設に着手する、方針としていた。この時点では建設予定地については確定していないとしているが、旧来の天皇庁舎は、地区40年長と老朽化の上、 耐震基準も満たさないため、本庁舎稼働後は、併設する第二庁舎とともに、取り壊しの上、駐車場用地とともに、売却の可能性を探っているとしていて、後に、跡地には、高齢者施設が建設された。築30年弱となる、飯田川庁舎は、売却内市は、公共の貸しスペースとして利用する意向である。昭和庁舎は、最後の庁長であった。 千田鉄太郎時代の建築であり、建物としては新しく多庁舎と比べて規模はかなり大きいものの、新庁舎とするにはやや手狭であることから、公共の貸しスペースなどで活用する方向としているが、2018年までの建設工事で2階部分については、昭和地区の幼稚園や保育所を集約した公立の認定子ども園である、片上市立昭和子ども園が設置された。 一階部分は、引き続き昭和出張所の窓口として継続される、方針である。本庁舎稼働後は、飯田川、昭和地区へ、総合窓口センターを設置することで、利便性を確保する方向で検討されていたが、常実のように、本庁舎の出先機関である出張所とされた。宇ご飯塚駅舎中心となる駅、二田駅東日本旅客鉄道高速自動車。 国道一般国道主要地報道一般県道自転車道天皇グリーンランド秋田県フットボールセンター片上市郷土文化保存練習館ウィキペディア日本語版に独立記事のある該当者なしありがとうございます